気をつけながら、はい、練習したかなと思います。明日はプロ野球の開幕だけではなくエスコンの開幕ということで、全国のプロ野球ファンも注目する中での一戦ということになりますが、そこでマウンドに立てる、一番最初にマウンドに立てるというのは一野球選手としてどのように感じていますか？本当光栄なことですし、まさか自分が、投げると思ってなかったので、まあもう本当に思いっきり初回から全力で、はい、頑張りたいと思います。明日の試合はご自身の中で何イニングを投げて何対何で勝つというイメージというのはされていますか？もう試合です。本当初回からいけるところまで、はい、全力で頑張るだけです。楽天打線、新外国人選手の加入などもあって打線の厚みも増していると思いますが、加藤投手の中で警戒しているバッターなどいましたら教えてください。僕は本当に変わらないです。打ち上げから本当全員が、いいバッターだと思ってますし、本当挑戦者のつもりで投げるんで